皆様いかがアクアお過ごしでしょうか。文系アクアリストのハテナです。はい、ということでですね、前回はこちらの魚が泳ぐセンターテーブルの作成動画をお見せいたしました。いかがだったでしょうか。で、あれから油膜もですね、ほとんど消えましたし、また生態たち、導入した生態たちもかなり元気に泳いでいるということですので、結構順調には来ているのかなというふうに思います。で、あとはもう魚たちがね、群栄をしてくれたらもうこれは完璧だなというふうには思っているんですが、その時はまた別途ね、動画でお伝えしようかなというふうに思います。で、今回なんですが、私アクアリウム部屋でやりたいことっていうのがもう一つありました。それが、皆さんアクアポニックスっていうのを聞いたことありますでしょうか。アクアポニックスというのは水産養殖のアクアカルチャー、それと水耕栽培のハイドロポニックス、この2つからなる造語になりまして、まあ要は魚を育てながら植物も同じシステムの中で育てていくと、そういうものになります。はい、このアクアポニクス、まあですね、この魚が泳ぐセンターテーブルっていうのも私の夢の一つだったんですが、アクアポニクスもやってみたかった一つということになります。で、今回はそのアクアポニクスを進めていくための第1弾ということで、どのようなものを使ってどのように進めていくのかというところをお話をしていけたらというふうに思います。で、実際少し用意した機材がありますので、その辺もね、試しながら皆さんにお見せしていこうというふうに思っております。で、このアクアポニックス、実際どういう風にやっていこうかっていうのはかなり悩んでおりました。まあ、下調べも結構やったつもりではあるんですが、要はこの魚を育てる水槽、またそこから植物、まあ、今回野菜を考えているんですが、その野菜を育てるシステムっていうのをどのように組んでいくのか、かなりね、悩んでおりました。で、それに伴う機材っていうのはかなり多岐にわたるんですが、最初はですね、すべて DIY でやっていこうかなっていうふうに考えておりました。まあ、ただこの DIY っていうのもですね、まあ、やり方を調べてみると、意外とできそうかなっていうふうにも、まあ、思ってはいたんですが、実際やってみるとね、結構費用がかかってきそうだなっていうふうにも思っておりました。で、当然私アクアポニックス初心者でありますので、今回は既製品で結構良さそうなものを見つけましたので、そちらを使っていこうかなというふうに思っております。まあ、ただ今回このようにですね、室内でアクアポニックスをするというのはかなりニッチなジャンルになるかと思いますので、まあ正直これ誰が興味あんねんという内容になるかと思うんですが、まあそのあたりはね、いつも通り気にせずやっていこうかなというふうに思います。はい、ではまずはアクアポニックスの置き場所になるんですが、まず画面前方あたり、このあたりに設置を予定しております。あのあたりはですね、東向きになりまして、画面中央あたりにソーラーパネルが窓のところについているというのが見えるかと思います。まあ、そのソーラーパネルを使って蓄電池で充電をしていたということで使ってはいたんですが、まあ、正直ですね、その蓄電池、貯めた電気を使うということはほとんどありませんでしたので、せっかくなので東からの太陽光も利用しながら育てていきたいなというふうに思っています。で、南面に関しましては窓が一切ないということになりますので、まあ昼以降は植物育成ライトも併用しながら野菜を育てていくということになるかと思います。はい、ではまずは私が今回購入したものがこちらになります。はい、かなりでかい箱になるんですが、こちらは Amazon のセールで購入したものになります。まずはですね、先に金額をお伝えしておきます。ちょうど2000円分のクーポンを使いまして、13,980円でした。まあ、まあまあ高いかもしれませんね。まあ正直安くはないのかなっていうふうに思うんですが、まあこのようなシステムを一から同じようにこう組んでいくということになりますと、結局これぐらいね、DIY でもかかってくる可能性はありますし、また何より私今回初心者でありますので、既製品を使うということに決めました。はい、ではまずはここで商品紹介をしておきたいというふうに思います。まあ、ただですね、このジャンル、まあ、正直興味ある方っていうのがそんなにね、いないかもしれません。また私初心者でもありますので、まあ、正直このレビューっていうのが参考になるかは分かりませんが、まあ、一度ね、紹介はしておきたいというふうに思います。ブランドラポンドというブランドになります。水耕栽培システムということで、2023年こう進化版ということになっております。はい、で、どうしてこのラポンドというメーカーのものにしたかと言いますと、レビューとかがですね、結構評判が良かったということがありましたので、こちらを選択いたしました。はい、それでは開封していきます。
はい、とりあえず全パーツを取り出してみました。これ見るとですね、パーツめちゃくちゃ多いですよね。いやー、正直これね、結構大変そうなんですが、頑張って組み立てていきたいというふうに思います。はい、こちら完成するのに結構ね、時間がかかりそうですので、早送りをするか、あるいはまあカットをするかということになるかと思います。はい、ということでとりあえず組み立てが完了しました。まあいざ組み立ててみるとですね、意外とこれね、想像よりは組み立てやすかったので、まあだいたい30分ぐらいでできたかなというふうに思います。いやー、結構大きいですよね。まあこれですね、組み立てながら、まあ、若干ね、ちょっとミスった部分がありまして、これあのブランドのロゴがついてるんですが、それを反対向きにしてしまいました。まあただですね、別に機能性的には問題はないと思いますので、このままでいきたいというふうに思います。で、サイズはですね、これ横幅100センチ、そして奥行き54センチの高さが100センチということで、かなり大きい商品になるかと思います。はい、では簡単にご説明をしたいと思います。まずはですね、このポンプで水を汲み上げて、そして上のこのパイプから水が通っていくということになります。で、左の方に水が流れていくと、この青いパイプなんですが、これはですね、水が通る形になっておりますので、上から下に水が通っていくということになります。で、反対側、この白いパイプなんですが、これはストッパーがついておりまして、水が流れないようになっております。ですので、青いパイプから今度はね、右の方、この白いパイプから右の方に水が流れていく。そしてまたこの青いパイプを下って、また左の方、一番下まで水が流れていくということになります。で、一番下まで来ると、この中央部分、でこの辺りから水が排出されるということ。まあ、そういう形に、ね、なっております。で、こちらの商品、これだけではなくて、実はこのポンプが付属しております。で、このポンプなんですが、よく見てみますと、12V、そして 7W というふうにこちらに記載があります。ですので、おそらくまあ、コンパクトオン300レベル、まあ、それぐらいのね、流量のあるポンプになるのかなというふうには思っております。で、実はこちら、通常のポンプとは違いまして、このようにコントローラーがついております。実はこのポンプ、常に水を流すようなものではありませんで、30分間隔でオンオフを繰り返しております。例えば30分間経過すれば5分間だけ水が流れる。そしてまた30分後に5分間。まあ、そのような形で順繰り繰り返していくと、そういうようなコントローラーになります。まあ、正直これが壊れたらどうしたらいいかっていうことなんですが、まあ、これね、なんとなくチャチーンですよね。いや、正直これ壊れてしまったらどうしたらいいかなっていうふうに思うんですが、まあ例えばスマートプラグでコントロールをするとか、まああるいはこれ流しっぱなしでももしかしたらいいのかなっていうふうにも思ったりもします。ただまあ1年保証はついてるとのことです。で、ここまで来たら、あとはこの下の部分に水槽を置くと、でこのポンプで水を汲み上げるということになりますので、あとはね、水槽が必要になります。これ見ていただきますと、結構高さが低いんですよね。これ地面からの高さが34センチとのことです。まあ、ですので60センチレギュラー水槽をこのね、地面ベタで置いたとしても、これギリギリまあ合わないということになりますので、まあこれ見るとですね、一番下の段、これをね、正直いらないかなというふうには思います。まあ3段もね、野菜を育てるということは正直私ないかなっていうふうに思いますので、まあこの一番下の部分だけ取るということができないかなっていうふうには考えています。まあこのあたりは少しね、工夫をいろいろしてみたいなというふうに思います。ですが、今回はせっかくですので、一度ここに水を流して試してみたいというふうに思います。めちゃくちゃでかいたらいがありましたので、一度ここに水を溜めて回してみたいというふうに思います。はい、今ちょうど水を入れているところになるんですが、このたらい、まさかのジャストフィットになります。これ偶然ほぼほぼ高さが同じでしたね。まあ少しね、干渉している部分がありますので、段ボールを引いているんですが、もうこれほぼほぼ一緒でした。いや、これもうこのために作られたたらいじゃないかと思ってしまうぐらい、もうジャストフィットでした。はい、ということで水を張り終えました。ここからはポンプの電源を入れて、そして水を回していくということになるんですが、これ一番最悪なのは水漏れですよね。まあそれはないことを願っているんですが、果たしてどうなるでしょう。はい、ではスイッチオン。はい、果たしてうまく流れているんでしょうか。少し目視では分かりにくいので、ここで指を入れて確認をしています。あれ、なんで
ここか、あ、来た、来てる、来てますね。はい、ただこの時は一番下の段まで水が回っておりませんでしたので少し時間がかかるということかもしれません。はい、ということでちょっとね戸惑いましたが、ちゃんと水が回っているということが分かりました。これ最初の5分間だけでは水がね全て行き渡らないということになりましたので、まあ最初これスタートするときは少し水をね足してあげる、あるいはまあ5分だけじゃなくてね、もう少ししばらく水を回してあげるっていうことが必要なのかもしれません。はい、で5分経過しましたらポンプが停止して、水が止まるということになります。はい、ということで、まあ、しっかりと水が流れるということになりました。であとはこちらが付属しております、これ育苗ポットっていうんですかね、あとはこのスポンジみたいなもの、ここにおそらく種を入れて水耕栽培すると、そういったもの必要なものはすべて付属しているということになります。はい、でこれで野菜を育てる準備ができたということになるんですが、いやーこれ何育てましょうか。まあ例えばですね、葉物、まあ、レタスなどですね、そういう葉物系やイチゴとかが結構簡単でしょうかね。まあ、ただ根っこが張るものは根詰まりをしてしまうということ、まあ、それがね一番最悪ですので、それはしないように注意を払わないといけません。はい、ではここで少し懸念点、まあ、問題点についてお話をしておきたいと思います。まずは1点目です。やはりこの3段、いやーこれいりますいやー3段いります。まあさすがにこれ私の使い方だと、まあ2段あればね結構十分じゃないかなっていうふうには思ってるんですが、まあただこのねパーツ白い部分っていうのが水を止める形になるので、うまく組み合わせればこれねいけるかもしれないんですが、どうでしょうかね。まあ、その辺のねカスタマイズ性があるかっていうのはちょっとわからないんですが、一度工夫をしてみてもいいかもしれません。はい、で2点目はこのタライですよね。いやーアクアポニックス、まあ、ここにね魚を入れて育てるということになるんですが、まあ正直水槽ではなくてタライってねどうですかね。まあ見た目的にはもうこれほどイケてないものはないということになります。まあ、先日ご紹介したエンゼルフィッシュの稚魚たちがかなりね増えたりすれば、このタライ自体は容量かなり大きいので、まあここに入れて育てていくっていうのは一つありかなとは思います。はい、であとはこれね若干見た目がやっぱり気になりますよね。いやーやっぱりこれ塗装すればねちょっとマシになるかなとか思ったんですが、どうでしょうか。まあちょっとこのあたりもね一つ懸念点になります。はい、ということで今回はアクアポニックスを始めるにあたっての第1弾機材準備編ということで、いろいろご紹介してきました。はい、ただこういった機材ってですね基本的に屋外お庭とかで使うものだと思いますので、まあ正直ね水漏れリスクとかもありますよ。まあですので屋内などを使用っていうのをおすすめするというものではありません。はい、であとはアクアポニックスっていうのは魚の糞を肥料にして野菜を育てるということになります。まあ、ですのでこれ水替え不要システムとかできないかなとか思ったり、まあ、あとはですねこれ魚の糞、まあ、排泄物で野菜を育てるということになるので、果たしてその魚の糞で育った野菜の味ってどうだろうと、まあ、そのあたりを共有できたら結構面白いかなというふうに思います。まあ、その辺がですね気になる方はぜひチャンネル登録して待っていただけたらというふうに思います。はい、ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた。